ははいいささんんんんこばおじです、えー、1回2回とわたってこの GKD350H いろ、え、い、ー、ろ紹介してきました、はい、ちょっと軽くだけじ、えー、重複しておくと、えー、今なおねもう何ヶ月もたってもまた大人気のこの RG350 ですが、えー、こちらの能力を踏襲したミオマックスですねミオマックスでこれのミオマックスを踏襲して出たのがこの GKD350H です はいえー、それぞれの、ね、悪かったところすべて、えー、克服して出た、えー、中華ゲーム機器の最終形態といえるんじゃないでしょうか、えー、非常にメモリーも増え CPU, です、ね、CPU のギガヘルツも、えー、こちら2つが1 0ヘルツです、CPU の動くスピードね、言うたらエミュレーター動くスピードの能力が1 0ヘルツなのがこちらは定格で1 5ヘルツと1.5倍です。 はいで、オーバークロックといって、ちょっと、えー、その CPU をさらにちょっと頑張って働いていて無理さすと最高で 1.9GHz まで出ます。はい、えー、この2つで、えー、ちょっと遅いな、重いなというものが PS のゲームとか FBA であったと思いますが、それらがこちらでは解消されているものが多くあります。はいかゆいところに手が届いた、えー、機種ですね。で えー、アナログスティック格闘ゲームに対してアナログスティック RG350 はちょっと失敗でミオマックスはそれを踏襲しましたがちょっとだけ硬いとでその中で、えー、こちらの GKD350H はもうそこも全部踏襲して柔らかくなって、えー、非常に使い勝手がいいっていうところまで、えー、この12回で説明しましたでえー、っとね前回ねあのー、で こちら GKD350H の、えっと、マイクロ SD カードですね。こちらの説明したんですが、こちら内蔵もしてます。はい、RG350 と一緒ですね。で、えー、こちら電池のね、蓋なってるんですが、これがね、猛烈に硬いんですよ。<laughs> ここ爪があるんですけど、これね、人体の爪ではね、なかなか難しい。ちょっとね、あの爪伸びてる人とかは壊れると思うんで、おすすめは、えー、とマイナスドライバーで開けてください。はいえー、軽くね、 壊れることはないので、えー、ここのね爪のところにマイナスドライバーちょっとキュッと入れてやるとこう爪で始めちょっとだけねよいてやってでそこにこうグッと入れてよいしょよいしょこうするとね簡単に開きますはい爪やとちょっと硬いと思いますねはい で,でまあ、あのネジとかね開けなくていいので非常にアクセスはしやすいですもうしょっちゅう開けるところじゃないんでねでこちらのね充電電池は固定されてないのであの無限に本体返すとバッとケーブル切っちゃうんで手当ててこんな感じでやるとすっと取れてねこのようにケーブルついてるんで無理はさせないようにしてくださいでですねここにマイクロ SD あるのよね内蔵これすごい便利ですよね あの RG350 はネジ止め全部外して、本体の爪外してアクセスしないといけなかったのが非常にやりやすくなってますね。で、これ、ね、ただね、このマイクロ SD どうやって撮るのかなって初めちょっと思ったんですよ。で、これね、よく見てもらったら分かるんですけど、ここの金具にね、ロックって書いてるんですよね。ちょっと見えるかなこちらにね、ちょっとロックって書いて、矢印がね、こっちに入ってるんですよ。こっち側に。 うん、でロック、アンロックするんで、これね、金具を逆の方向にグッと押してください。すると今、カチッって言いましたね。これで開きました。はい。こんな感じで開けることができます。はい。で、これ、そのまま裏返してポンポンってやったら SD カード出るので、SL で取ってください。で、直すときは逆にこれを倒して、ロックの方へ押してください。一度下まで持っていって。 はい、今カチって言いましたね。これでロックされました。はい。っていう感じで、またね、あのー、いつかね、ローグのカスタムファームウェアが多分出ると思います。GKD でも。はい。その時にはもうここにアクセスしなくてもいいので、あのー、まあ、初めだけやと思います。ここ触るのね。で、入るのは簡単です。爪でクッと入れたらもう入るので、これでもう終了です。はい。ただ、今、GKD350H ではまだローグが出てないので、 カスタムファームウェアのねローグエディション出てないので、えー、今出てるカスタムファームウェアはこのクリーンストールしないといけないので裏蓋開けてこの SD カードにイメージを書き込むということになりますので、えー、ちょっと一回は開けないといけないかもしれないです今購入した人ははいもうちょっとしたらローグ出ると思うけどねうんポケット Go でもねあのミューマックスでも出たぐらいなんでねはい多分個人的には出る近々出ると思いますはい、えー、でーえー、っとー 初め、これ購入当時のファームウェアは、まあ、どれもミオマックスもそうでしたけど非常に不安定でした。はい、でもあのー、今出てる0.26 0 0,、えー、0. のカスタムファームウェアを入れたら安定したので、えー、必ず入れてください。購入は必ず入れないといけないので1回は開けることになります。今ははねねローグ出るまでは、ね はい、まあでも簡単よねここ開けて電池溶けてロック解除して、US、あの SD カード出したいだけなんで RG350 よりかは式低いと思いますはいでは電源入れていきましょう電源はこちら長押しになりますするとここがまず光った後ロゴマークが出ますはい光った後ちょっと面白いのが出てきますポンと <laughs> ゲームキディですね、えー、この子が出てきますゲームキディくんねはい でねあのちょっと驚くのが基本的に d ン n ックスで一緒なんですけどちょっとポップなんですよねアイコンがどれもまあこっちのゲームの方はねあの定格ですけどこの辺のねシステム周りのものがポップなのでちょっと初め驚くんですがえっとよく見ると一緒なんで安心してくださいで、えっと、先ほどちょっとねあのー、初めのファームエアアが不安定ってお,お伝えしたんですけどもえこちらの DinguxCMDR、えー、ですね、ファイルマネージャーが、えっとね、本体の方の内蔵に上書きができない状態です、はじめ買ったばっかりの時はい。それが、えー、カスタムファームウェアを入れると書き込みができるようになるので、BIOS、えー、移動とかができるようになりますので、必ずカスタムファームウェアをまず入れてください、購入したら。はいえー、ということですね、で、えー、っとね、はい、まあ、こんなカレンダーが出たりしますね。 ちょっとね、あの、面白いのが、えっ、ー、と、先ほどからね、ずっとあのー、CPU ですね、えー、1 5ヘルツだって言ってますよね。オーバークロックすると1.9っていうのが面白くて、実はね、これね、簡単にこのセッティングからできるんですよ。はい。こちらのセッティングをしてもらうと、ここに CPU パフォーマンスっていうのがあります。こちらが今オフになってるので、その場合は1.5です。はい。で、これを、 レベル7にすると多分ですけど 1.9GHz になってるんだと思うんですけどもえ正直現在あまり体感しできてませんうんあのー、YouTube で今日今日かな昨日の夜かにね、あのー、この GKD350H のこの CPU パフォーマンスレベル7にして CPS3 のストリートファイター3 のスタートジェネレーションがあのサクサク動いてるって動画上がってたんですが、多分ここだけの設定ではないはずです。はい、フェイク動画なのか、何か独自のプログラム入れたのかわからないですけど、えっ、ー、と個人体感として正直言うと今これレベルを変えてもあまり他で変わってないと思うので、えっ、ー、と変えれる設定にはなってるけども。実際 cpu のクロック数がオーバークロックしてるとは現状思えてないです。 はい、微妙な角カク,カクゲームでこちらを変いたところでやってもあの同じ状態やったんですよ。うん、なので、えー、と正直分かんないですだから RG350 とかミオマックスにもあったけど HDMI 出力の穴はあるのにできないよっていうのと一緒で、えー、設定ができる状態にはしてるけどもう現状それは有志に任してるって状態だと思います。だからあの動画に騙されると、えー 買ってあできるやんって言ってて言できないよってなると思います。はい、この辺、ちょっと僕は、ね、忖度するつもりはないので、正直に言っておきます。今のところ、この CPU パフォーマンスが効いてるとは正直、ちょっと思えないですね、はいで。その一つとして、実はこのバックライトとかボリュームの設定をいろいろ変えるんですよ。で、1回再起動させると、覚えてるんですけど、この CPU パフォーマンスだけは毎回リセットされるんですよ。例えば7にして、 えー、リブートかかけるるとまたオフなってるんですよだからつまり、うん、多分やけども変わってないんだと思うんです個人的にはでもいずれはここ使えるようにはなると思いますはいただこれは個人的な体感なので本当は変わってるのかもしれないですけどちょっとわかんないですはいこれだけ先にちょっとお伝えしておきますでもこれは将来的に非常に面白い機能で実際レベル7の 1.9GHz になるとかなり動くゲームが増えると思いますはい、えー、っていう感じですね ちょっとゲーム起動しようと思ったんですがもうあっという間に10分になっちゃったんで軽いゲーム起動画面はまた次回にしましょうかだから4回にわたってお伝えですねえっ、ー、とちょっとこんな感じで GKD350H はちょっとね他の最近出てる1万円台の中華ゲーム機器の中ではね抜群に優れてます CPU の定格でもいろいろ動きますしアナログスティックしかり本当にね完成形やなっていう気がしてますはい で、値段も今日本円で1万1000円なんで、えー、RG350 よりも1000円ぐらい安いです。はい、その辺考えても CPU が1.5倍で性能が上なのに1000円安いということでコストパフォーマンスは非常にいい本体になっていると思います。はい、では今回はここまでにします。えー、ちょっとね面白かったよ今後の動画も気になるよとかあったら、えー、よかったらチャンネル登録していただく。 けると嬉しいですし。しえー、チャンネル登録していただいている方は高評価を押していただけると寂しい。おじいさんの老人生活にちょっとした花が咲くような気持ちになるやならないやと言ってる間に終了のお時間がやってきました。<laughs> はい、それではまた次回の放送でお会いしましょう。さよなら。